デビュー作、何歳の時に撮影されたもの？撮影の時は11歳だったと思います。ああ、そう。全く今までその、なんていうんですか、映画のお芝居の、はい、お芝居もやったこともないし、あ、そうなんですか。その、何も、そのまさかこの自分がお芝居とか、そっちの道に行くとも思ってなかったです。これってなんか、いわゆるこうオーディションとかそういうのに参加されたということなんですか？ですね、そうなんです、まあ、京都、はい、あ、京都の生まれですね。そうです、京都なんですけど、その、まあ、実家が美容の方にありまして、で、たまたま、なんか、ともちゃんご挨拶行ってきてって、お座敷に呼ばれて行ったら、まあ、相馬さんと、スタッフの方々が何人かいらっしゃって、でそこで、詳しく何も説明はされなかったので、なんか芝居をやらされたとか、そういうことは全然ない。いや、その時に私のお姉ちゃんが一つ上なんですけど、そのと、いとこが二つ下にいて、女の子が、子たち3人で挨拶したんですけど、その日の夕方ぐらいに私だけちょっと来てって呼び出されて、それでなんかどっかのホテルのなんかホール、なんかロビーみたいなところで、スタッフの方何十人もいらっしゃる、なんだろうと思って、ここで初めて、ちょっとこれ読んでみてくれるから始まったんです。あ、そうなんですか。はい。全然学校で演劇部とかでそれでも全然なかったってことなんですね。全然人前に出るのとかすごい嫌な子でした。あ、そうなんですか。はい。でそれをそこでじゃあ、オーディションというかその演技のことをやって、それで決まったっていうことなんですか。それで後日東京に来てくれないかって言われて、で最終的なオーディションやるんでって言われて。ああ、そうなんですか。はい。その決まった時ってどう思われました？自分でなんで私なんだろうと思いました。あ、そうですか。私、全くの何にも知らない人だったんで、で、正直、やっぱり悩んだし、もう、わけが分からなかったです。何に一つ分からないから。あ、そうですか。はい。で、結局、出ることに決まったという。ということは、ひょっとしてその時にもし、ちょっと言ってっていうふうに言われなかったら、はい、今は別に映画界で仕事をしてない。そうですね、してないと思う。すごいな。あの時、ね、家に相馬さんが来てなかったら、私は多分、ああ、そうですか。仕事はしてないと思う。それすごい転換ですよね、もう。人生が。そうですね。はい、これ撮影は、それからとしばらくしてからっていうことなんですかね、そのオーディションがあってから。そうですね、撮影は夏休みだったんですね。あ、はい。学校に、ね、行ってらっしゃるから当然夏休みに撮影ということですね。でもう4月ぐらいからかな、4月、5月ぐらいから、ボクシングがお父さんから習ってるっていうことだったんで、学校終わったら放課後ボクシングジムに行ったりとか、あとはもう学校の休みの日は、助監督の方が公演とかに来てセリフやったりとか、でもセリフ の暗記というのはもうその撮影のずっと前からも、そうですね、もうその期間の間にも全部。ああ、そうなんですか。それすごい、これ大変じゃないですか、その11歳でそれを。そう、正直あんまり記憶がないんですよね、その時に自分がどうだ、ただ恥ずかしいっていう気持ちすごいありました。公演とかで大きい声とか出すってっていうのは、今までそんなことやったこともないし。そうですね、まあ、NM とか入ってればそういうのはやりますけど、その小学生でいきなりそんなことをやらされたら恥ずかしいですよね。もう人前にその、ね、学芸会とかもあったんですけど、はいはい、その時も全然そんな、ああそうです、あ、自分で出ていくような状態。はい。あ、そうなんですね。もちろんこれはタバさんだけじゃなくて、相馬さんの映画に出られた女優の方は皆さんが幾度音に行ってらっしゃるのは、ものすごい厳しい撮影だというふうに言われてる。やっぱりこれはやはりそうでしたか。今となっては、今いろいろお仕事をさせていただいてて、はい、あれほど辛い現場はないです。あれがを似たえたからもう何でも耐えられるかもしれないですね。ぐらいもう監督から逃げてました。とりあえずなんかいつも下駄履いて、その竹刀を持って歩いてるんですよ。竹刀持ってるんですか。必ず長い棒とか竹刀とか持っていて、あれで叩かれるんじゃないかとか。叩かれた
そんなきつかった。さすがに大丈夫です。あ、ちょっとコツンと、うん、し、あとはもう必ずタコとか、その名前で呼ばれないし、ガキンチャとか言われたりとか、でも何か何回も何回も同じことをやって、もう一回しか言わないし、毎日毎日泣いてたんです。要するにどこが悪いとかそういうこと言われないっていう。もう一回しか。自分でそれ考えるんですか、これ何が悪いのかなって。それすらどうやって考えたらいいかもわからないんですよね。あ、うん、だからもうやるしかないっていうか。ああそうですか。この前たまたま、まあ、僕もちょうど NCA でこれが放映された時に、たまたまパッとテレビつけてたらなんかいきなりなんかお祭りのシーンから始まって、もうそこからもう目がくじつけてまた最後まで見て感動してしまったんですけど、あの山の中の撮影すごいんですよね。山の中迷うところとかって、あれは何日間かに分けていろいろな山のとこ撮りに行ったんですけど、正直その台本になかった部分だったりとかして、そんなに今山の中をさまようみたいな、で後から結構そうやって足されてったところも多かったんですけど、いや本当に急な斜面とかがあって、ここ人登れないっていうところがすごいあって大変でしょ、もう足とかも泥まみれになって、それはまあ結構危険だと思うんですけど、もう全部やらされて、やれって言う。それはね、どういうシーンになるかももうわからないままにこうやってたっていう。そうですね、その時私は本当に何もわからないままやってました。ああそうですか。で、完成されなくてからもちろんね、この映画ご覧になったと思うんですけど、最近とかご覧になってます？私は公開された年に、京都のお友達と京都の映画館に見に行った以来、ちゃんと見たのはつい先日です。ああそうなんですか。はい、なかなかこう見れないっていうか、あ、やっぱりそうですね。なんかやっぱりまだ見れないっていう。十数年を経て見たっていう。そうですね、ちゃんと最初から最後まで。ああそうですか。うん、その改めて見た時に何かこう感想というか何かありました？もういろいろ、まあ客観的に見ることがやっぱりできなくて、まだ、その、まあ、自分がこの審査どれぐらい大変だったかとか何回やったなとかっていうのが、ただいろいろ記憶が戻ってきて、で自分がすごいびっくりしたのは、最初から最後までセリフを一緒に言ってました、見ながら。ちょっと覚えてたんですよ。すごいですね、それ。20年近く経って見て覚えてる。すごい私と思った。すごいですね。それは要するに子供の頃にも頭にすり込まれてるということなんですよね。一日何百回ってやらされたんで。わあ、すごいですね。未だに言えてました、セリフは。ああ、そうですか。うん、それほどすごい。なんかでも こんなすごい芝居をやると、なんかその逆に変にトラウマになってしまうっていうような、そんなことはなかったですか？トラウマですか？トラウマというか、なんかもうすごく傷ついてしまって、なんかその後しばらく演技とかできないとか、そんなことはなかったですか？いや、なんだ、途中がすごい、もう二度とやるのかと思ってたんですけど、やっぱりそうやって自分があんまり人になんか存在を認めてもらったっていうか、ちょっと大げさですけど、自分をこう、なんか自分からアピールすることって一切やらなかった、できなかった子だったのに、やっぱりこうみんなからそうやってよかったよとか、そういうことを言ってもらって、なんか自分もなんかそれが嬉しかったのかな、何なのか。でもね、当時すごいいろんな映画の新人女優賞で取られましたよね。はい、いただきました。そういうことがなんかすごく嬉しかったんでしょうね。ああ、そうですか。だから1年間は何もしなかったんですけど、やっぱり言っていただいてお仕事を。テレビにずっとやってらっしゃいますね。テレビです、はい。やってみようかなってちょっと。ああ、そうですか。うん、じゃあ、ね、まあ、それがこう嫌な思い出にならずに、ちゃんとこう後の仕事にもつながって。そうですね。嫌な思い出にはなってないですか？うん、ちなみにあれです、その相馬監督から褒められたことってあったんですか？ないんです。ないんです。それはないんですか？褒めないんですよ、あの人多分。それは終わった後でも褒めないんですか？あー、でも一回だけ田畑君って名前を呼んでくれたことがあるんで、もうそれで十分です。
で、それはあの撮影の終わりの頃後ですか、もう公開された後ですか。ああ、そうですか、うん、それもね、あのそタコからですね、あの田畑国からすごいことです。ああ、そうですか。そあとは、まああのね、このあと他の共演者の方々いろいろな方いらっしゃいますけど、中井さん、桜田さんというのは当時どんな感じでされてるんですか。もうだから私はずっと家に帰してもらえなくて合宿をしてたので、でも接する機会がすごい多いじゃないですか、でも子供ながらにやっぱりそういうそのなんだろうな、コミュニケーションとかの取り方って、大人の世界っていうのに、やっぱちょっと、まあ、飲食業をやってるので、ああ、そうですか、まあ、そういうので、まあ、お座敷ご挨拶行ったりとかそういうのに大人の世界は慣れてるし、でもなんか、その役者のっていうか自分もそうやって自分もそう思ってないので、どういうふうに接したらいいかって、まあ、自分のことでいっぱいいっぱいだったりもあるんですけど、やっぱすごい人たちだなっていうか、空気というか、そうですよね、なんかピリッとしていらっしゃる時もあるし、あのなので、まあ、こっちが勝手に想像なんか結構こういう両親が分かれるような設定だとなんとなく現場でもすごいこうピリピリしてるのかなっていう、そういう日もありました。ありました、やっぱり、そんな気がしました。それとある種の疑似家族というか、こうなんかね、そんな感じで撮ってたんじゃないかなという気がちょっとしましたけど、そうですね、私はもうひたすらその何か休憩だっていう時はもう隅っこの方に隠れたりとかしてたんで、だからもうあんまりこうなんかあのスタイリストの女性の方とかメイクさんとかと一緒に監督から逃げたりとかしてたんで、そうですか、一緒に喋ったりとかしたりとかして、極力こうなんかここのここからの空気には入らないそうですね、もう本当になんかまあ、全部が初めてだったんであれですけど、まあ、でもね、相馬さんってあのもうあの、まあ、俳優の方とずっと一緒に、例えばあの鶴瓶さんとかも何度も出てらっしゃる方もいらっしゃいますし、スタッフの方もずっと一緒の方もいらっしゃいますし、多分なんかそういう大変な現場だけど何かやっぱ人間的な魅力っていうのがあるんだろうなと思いますけど、その辺は、まあ、撮影中はあまり感じる余裕もなかった。そうですか、まあ、でもその後なんかあれですよね、そうやって連動が決まった時にこうあの食事をするというような、そんなやっぱり嫌な人ということではなかったっていうか、嫌な人ではないんですけど、もう怖い人です。ああ、そうですか、なんかあんまり喋ってくれないし、喋ってくれないしっていう言い方も変なんですけど、やっぱ怒られたりとか、もうしょっちゅうだったんです。ああ、そうですか。だから自分から何を喋っていいかが分からないんですよ、でもいてくれるだけで安心するっていうのはちょっとあるんですよね。なんか変な、安心感というか、そうですね、会わなきゃ会わないで寂しいしみたいな。ああ、そうですか、まあ本当にこういう上映の機会でまたあの相馬さんの名前が改めてこうなんかあの広まっていくといいなと思って今回のまあ特集を、あの組んだんですけど、あのどう思われますか、こういう作品ご自分がその出た作品がこの海外で上映されたりすることっていうのは、この仕事を長くやってればやっているほど相馬さんの偉大さっていうのがすごく分かってきて、どれだけあの人が疲れてきたかとか、やっぱそれあの相馬作品にやっぱり出れたことがやっぱり宝物だっていう瞬間がやっぱり続けててようやく分かって、徐々にどんどん分かってきたので、やっぱりそれはもう本当に財産だなっては思いながら、この人に出会わなかったら多分ここにも立ててないし、この世界にもいないと思うんです。だからすごい、ものに出させていただいたんだっていうのは、すごく、いや本当これ歴史に映画史に残る映画だと思って。